A6100 のサービスノートですけども、まず電気調整の最初はこれ、パワーサプライチェックをしなさいというふうに書いてあります。でパワーサプライチェックはこれですね、ボルテージあと VR1 アンダージャスト2プラス 24V DC フリークワイアードと書いてますので、この電圧まずチェックしてみます。指定のところの電圧を掴んで、テスターで見てますと 24V じゃなくて 25V くらいですね。ちょっと調整しましょう。電圧の調整の時なんかはテスターよりもデジタルメーターがいいんで、デジタルメーターで調整します。今調整前 25.13V ですけど、これを 24V にします。はい、24V にちょうどなりました。入力レベルとそれと入力のメーターの調整をします。ミニマムインプットレベルですね、ラインインプットに AF オシレーターをつないで、イコライザーとかバイアスは1にしてレコードモードをして、400Hz のマイナス 18dB をラインに入れて、そしてラインインプットは時計回りの一番マックスにして、ボリューム301、304半工程ですね、これがアウトプットがマイナス 8dB になるように調整しましょうということになってますので、まずそれをやってみます。発信機を 400Hz にして、出力をこれが 18dB にしてます。これをラインインに入れてみます。マイナス18を入れてラインをマックス、アウトプットは 0VU に合わせます。だいぶ LR が狂ってるみたいですね。後でメーターは調整します。アウトプットレフトはマイナス 6.7dB ですね。ライト見てみましょう。ライトはマイナス8くらいですね。これで調整します。基板を見てみると、ここにレフト側ライト側というふうになって、これがレフトのメーター、これがレフトのモニターというふうになってます。これはレックのイコライザーですね。だからまずモニター、これを調整します。これでマイナス8になるように調整します。続いてメーターが0になるように調整します。はい、ここで、基準レベルの考察をしておきたいと思います。サービスマニュアルでは YTT1003 を基準レベルとしましょうということになってまして、185か200であろうと思います。そのデータをちょっと出してみましょう。ネットでいろいろのテストテープの基準レベルを考察したサイトがありますが、この方も YTT1003 がティアックの基準レベルであるというふうにしておりまして、違ったテストテープ200ピコウェーバーというのもありますと、250というのもありますと。ただしこの250を使った場合はプラス 2dB に合わさなければなりませんと書いてるということは、この方はティアックの基準レベルは200というふうに、考えておられるということです。ただしその後の方にですね、200であっても250であってもプラス2dB として 0VU とかで終わり図としてはそんなに悪くはないですよと、 SN 比とか稼ぐためには多少高いよくてもそんなに大きな問題はありませんというふうにされています。また海外のサイトをちょっと見てみます。この方はですね、
YTT103 は185じゃないかというふうに言われてますけども、いろんな方の回答が来まして、確かに、そうかも分かりませんけども、250の方が使いやすいよと、レボックスなんかもそのようにしてますよというふうなことです。この YTT1003 というのは多分MRL があまり大きく取れない時の規格だったんじゃないでしょうか。その後、テープとかヘッド回路が良くなってきて、高い時速密度でもそんなに、たくさんの高調波が出なくなったということで、NAB の250ナノウェーバーというのを採用することにしました。再生レベルの調整をしたいと思いますが、サービスノートでは、モニタースイッチをテープにして、2トラックにして、アウトプットをマックスにして、テストテープはティアップの YTT1003 というのをかけましょう。ロースピードだからこの場合は19ですね。400Hz の信号、このテストテープのセクション1をかけましょう。それでアウトプットはマイナス 5.5 デシベルですと。ただしこれ、3時のアウトプットが3時の位置ではだいたいマイナス8です。そのようになるように201、203を調整しましょうということになってますが、もう3時の位置でマイナス8にしましょう。BTS が200ナノウェーバーということはこのテープの中でアナウンスされてますし、NAB は、これ NAB の資料なんですけども、このフラックスレベルですね、ここのところに NAB は250ピコウェーバーパーミリ、250ナノウェーバーパーメーターと同じですけども、というふうに明記されてます。したがって2デシベルで間違いないです。速密度は250ナノウェーバーパーメーター。ところが私の持っているのはこれですね、 BTS のテープですから、 BTS というのは NHK がキー局と地方局の相関を取るために作っているものなんですけども、のテープなんですけども、それは250じゃなくて200ナノウェーバーパーミリですから、ちょうど2デシベルの差があります。したがって3時の位置でマイナス8じゃなくてマイナス10に調整するということにします。で、VUK はマイナス2デシベルを指すように VUK を調整です。時定数の方の違いですけども、ティアックの阿部さんがまとめられたもんなんですけども、NAB ですね、 NAB の19、年代によって違うんですけど、低域が3180マイクロセックで高域が50マイクロセックに対して、BTS も3180と50マイクロセックだから、時定数は全く一緒、したがって F 特は、これがそのまま使えると、このテープがそのまま使えると。ただし、レベルが2デシベルの差があるということです。テープをかける前に、ヘッドが少し曇ってました。長い間使われてなかったので曇っていたようなので、マイクロコンパウンドで、少しだけ研磨しました。それと、一応ヘッドの障子器で障子しておきます。それでは BTS のテープをかけてみます。今回はスピーカーからも音が出るようにしてます。 BTS5313 録音用標準テープレコード T リューク、テープ速さ毎秒 19.05cm、 時定数広域50マイクロセコンド、低域3180マイクロセコンド、基準録音レベル、テープ幅1ミリメートルあたり200ピコウェーバー、レベル規制信号400、ここで200ピコウェーバーって言ってますね。これでレベル調整をします。マイナ
200ピコウェーバー、レベル規制信号400Hz。この時に VUK がマイナス2を示すように調整します。